チャールズ川、チャールズ川はアメリカ合衆国マサチューセッツ州を流れる川である。前兆のチャールズ川はボストンより南西に位置するボストンマラソンのスタート地点で知られるホプキンに源を発し北東に向かい23都市を経由して大西洋マサチューセッツ湾のボストン港に注ぐ。ホプキントンにある江高校北のテレサ通りから 中東部の23都市を通りボストン港に流れる全長80マイルのチャールズ川は80渓流及びいくつかの主要な耐水槽から流れ込む33の湖や池及び35の自治体がチャールズ川流域に属するチャールズ川の全長及び広範囲にわたる流域にかかわらずその水源は川口から26マイルしか離れておらず 水源から川口までの標高差は350フィートしかない。チャールズ川の分水流域にはナチュラルバレー、ストレージと、これる8000エーカー以上に及ぶ湿地保護区が含まれる。これらの地域は、下流の水量の調節や、自生の種の保存に重要な役割を担っている。沿岸には、ブランダイス大学、ハーバード大学、ボストン大学、マサチューセッツ工科大学がある。 川口付近は川幅も広く、ボストンのダウンタウン、ケンブリッジ、チャールズタウンの境界をなす。チャールズ川遊歩道にはハッチシェルがあり、夏季にはコンサートなどのイベントが開催され、特に独立記念日のイベントで知られる。ウォータータウンダムとウェルスリーの間の流域は、チャールズ川上流保護区、およびヘムロック号寺保護区、カトラーパーク、 エルム・バンク保護区などの州の組織により保護されている。ネイティブ・アメリカンにより、マサチューセッツ南東部からニューイングランド北部への交通手段、あるいは巨場として使用されていた。ジョン・スミスはニューイングランドを探検して海岸の地図を作成し、その際様々なものに名称をつけ、現在のチャールズ川をマサチューセッツ族にちなみ、マサチューセッツ川と名付けた。 スミスがイングランドをチャールズ一世に披露した際、野蛮な名前から英語名に変更することを提案した。王は多くの名称を変更したが、現存するのは自身の名を冠したチャールズ川を含めて4つのみである。標高差の少なさから流れが緩やかであるが、デダムの初期の入植者はチャールズ川を水車小屋に利用した。1639年、町は チャールズ川から近くのネポンセット川に流れる小川まで運河を立した。その際、チャールズ川は分岐し、新たな水車の運行が可能となった。この運河及び小川は現在マザーブルックと呼ばれている。この運河は北アメリカ最古の運河とされており、現在も洪水調節のために使用されている。1814年、フランシスカ・ボットローエルはウォルサムに アメリカ発の統合化された繊維工場を設立し、19世紀までにチャールズガー流域はアメリカで最も工業化された地域の一つとな、すぐに多くの水車や工場にその水力が供給されるようになった。19世紀末までに流域に20ものダムが建設され、そのほとんどが工業用の水力発電として使用された。1875年の政府報告書によると、 ウォータータウンダムからボストン港までの9.5マイルに水車が43カ所あった。1816年から1968年、アメリカ陸軍は銃や弾薬の倉庫を創業し、後にウォータータウン交渉と呼ばれるようになった。うち数十年間は南北戦争、第二次世界大戦などアメリカの様々な戦争で重要な役割を担った。その舞台となった。 ウォータータウンのチャールズ川流域は甚大な被害を受けた。交渉はスーパーファンド的用地となり政府により閉鎖されて他の用途で使用できるよう安全が保たれるまでに改善された。当時チャールズ川沿いの多くの工場や水車は経済の向上の一端を担っていたが甚大な公害も引き起こした。現在のチャールズ川におけるボストンとケンブリッジの 境はほとんど人工的に設計されたものである。1891年、マサチューセッツ州知事ウィリアム・イー・ラッセルは、応援 a ガルアンをチャールズ川工場委員会長に任命した。フレデリック・ロー・オルムステッド及びガイローエルに指示した、著名な造園設計士のチャールズ・エリオット、アーサー・シャー・クリフが設計を経営した。この設計には、チャールズタウンの新設ダムから、 ウォータータウンスクエアのダムまでのチャールズ川沿岸19マイルに公園及び自然域20カ所以上が含まれる。1890年代にエリオットはハンブルグのアルスター川をモデルにすでに現在の河川設計を思い描いていた。しかし、エリオットの死後、ジェームズ・ジャクソン・ストローにより現在のボストン学博物館となるチャールズ川川口でダムの大規模工事が開始した。 1910年に完成した、このダムは、ボストンから、ウォータータウンの水位を一定に保ち、日型をなくし、レベレットサークルとチャールズゲートの間に堤防が建てられた。ストローの死後、妻は、遊歩道沿いにより美しい公園設立のために100万ドルを寄付し、1936年、遊歩道は、ストロー記念遊歩道と名付けられた。この寄付金により、チャールズ川沿いに、 多くの公園設立が可能となった。1950年代、遊歩道の端に沿って、チャールズサークルとソルジャーフィールドロードを結ぶハイウェイが、タテラレストロードライブと名付けられた。このハイウェイから川に向かい、遊歩道が拡大された。ボストン大学橋でチャールズ川を横断するハイウェイが、計画されたが、1970年代に中止となった。産業排水処理や、 都市流出水が下水として周辺都市から流れ込み、チャールズ川は水質汚染の高さで知られるようになった。バーナード・デボートはハーパーズ・マガジンの中で、チャールズ川は産業排水や排水により汚染され、油汚れが浮き、悪臭がして深いと記した。川はピンクやオレンジなど有毒な色に染まることもあった。 かつては川遊びの場所として人気であったが汚染率の高さから州はケンブリッジのマガジンビーチやゲリーランディングなど複数の川遊び場所を閉鎖した。1960年代までに水泳や釣りができる要水質浄化に尽力し、1965年にチャールズ川分水協会が創立し恒久的にチャールズ川の浄化が行われるようになった。 1978年、科学博物館から下流に海水が流れ込まないようにするための新たなチャールズ川ダムが建設された。1995年、アメリカ合衆国環境保護庁は2005年までに遊泳可能な水質にするよう広告した。1996年、ウィリアム・ウェルド州知事は水質浄化の公約を証明するため着衣のまま川に飛び込ん。 2004年11月12日、クリストファー・スウェインは初めて、チャールズ川全長を泳ぎ、川の環境改善を啓発した。2007年7月、50年以上ぶりの公認水泳協議会となるチャールズ川、マスタースイムレースを開催した。官民連携により、合流式下水道や雨水の表面流出の排除に焦点を当てることにより、 水質浄化に劇的に効果があった。ウェルドの飛び込み以降、川の水質は格段に向上したが、2005年になりようやく川全体が泳げる水質になった。は、熱により有害な微生物が発生するとして、ケンドールスクエア近くにある北米エベオリア、ケンドール発電所のためにミラント社に認可が与えられていることに抗議した。大雨の後、雨水の表面流出や、 下水の溢れ出しにより、汚染物質が流入し、水質が下がることがある。2011年、環境保護庁は、周定標準再建数を満たす日数は、乾燥日はボート乗りの場合96%、遊泳の場合89%、雨天日のボート乗りの場合74%、遊泳の場合35%となると報じた。 某々と乗り可能指数及び遊泳可能指数が1995年では39%と19%であったが、2011年には82%と54%に向上した。2008年4月、ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・ウォーター・リソーシズ・アソシエーションの記事によると、ノースイースタン大学の研究者たちは、しばらく香水がないとチャールズ側の大腸菌 新生細菌濃度が高まることを発見した。カキが川の浄水に使用されている。2013年現在、チャールズ川でのボートは許可されているが、許可のない遊泳は250ドルの罰金となっている。2007年、チャールズ川スイミングクラブが組織され、毎年メンバーによる競技会が開催されるが、特別許可が必要であり、数日前から水質及び、 降水量の調査を行わなければならない。1950年代以来、チャールズ川管理委員会、チャールズ川分水協会、チャールズ川遊歩道協会、レクリエーション局により2013年7月13日に初めて公衆遊泳場としてオープンした。競技会及び遊泳は有害な沈殿物を避けるため、深い部分で飛び込みにより行われる。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。